こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回は岩手の旅総集編、おすすめの地域をそれぞれ1日で巡るモデルコースをご紹介します。ご紹介するのは陸前高田、花巻、遠野、盛岡です。それでは車で巡る陸前高田編からどうぞ。今回は岩手の陸前高田を巡り、大船渡で夜を過ごし、朝日を見て遠野に立ち寄る旅です。陸前高田の文化の奥深さに驚いて、大船渡で美味しいお酒と美しい朝日に感動し、遠野市のホスピタリティに安心した旅でした。どの町も近隣で、一泊二日のモデルコースにちょうどいいと思います。それではご覧ください。最初に立ち寄ったのは道の駅高田松原。国道45号線沿いにあり、三陸沿岸道路の陸前高田インターチェンジから5分ほどの距離に位置しています。高田松原津波復興記念公園と奇跡の一本松が徒歩圏内にあります。まずは東日本大震災の震災遺構の一つである奇跡の一本松を見に行きました。樹齢173年、高さ 27.5 メートルもある奇跡の一本松は、2012年5月に都市が確認されましたが、復興のシンボルとして後世に語り継ぐため保存整備が行われ、現在はモニュメントとして昔と同じ場所に立っています。そして道の駅高田松原、観光案内や地元の海産物、農産物、工芸品などの販売をされています。高田には古くからの産業である海産物や農業、産業によって作られた物品があります。伝統のものに加え、昨今では若い力で作られたおしゃれな加工品なども加わって地元の力を感じます。フードコートも見逃せませんよ。魅力たっぷりです。高田松原津波復興記念公園に移動しました。実際に被災した消防車などが展示されています。また撮影禁止のブースには未来につながる言葉がたくさん溢れています。天然湖の教えは、繰り返される悲劇から生まれた命を守るための強い思いを込めた教えです。さて、車で10分ほど移動しまして、発酵パークカモシーに伺いました。フードコートのような感じで発酵食品を取り扱うお店が、惣菜屋さんやお土産屋さん、パン屋さんなどが並んでいます。私はオレンジピールとパイナップルのジャムのパンを買いました。美味しくて、お土産用に追加で3つ同じものを購入してしまいました。カモシーのお隣には人気の味噌屋さんもありますよ。カモシーから10分ほど移動しまして、サウンドロワイヤル高田本店、世界最大のチョコレートの祭典サウンドショコラで、世界の優れたショコラティエ100選に選出された株式会社サロンドロワイヤル社の販売店舗です。宝石のようなチョコレートと太陽のようなピーカンナッツの味わいに癒されます。地元の方がデザインしたパッケージのお土産品もたくさんあったので、お土産はここで買うのがちょっとおすすめです。そんなこんなでお昼になりました。お昼は寿司松田。毎日市場に足を運び、その日に揚がった新鮮な魚介類を仕入れているとのことで、もちろん美味しいです。お店の方も他のお客様もとても優しくて、美味しくて
しい時間を過ごすことができました。さてお次は陸前高田市立博物館に伺いました。こちらはとても素晴らしい施設で、今回本当に行けてよかったなと思いました。こちらの展示物なんだかわかりますか？東日本大震災による津波の被害に遭い、近づくことさえ困難なかつての陸前高田市博物館のエントランス付近に流れ落ちていた展示物です。その価値を知る方が、博物館資料を持ち去らないでください。高田の自然、歴史、文化を復元する大切な宝です、と置き手紙を残していた再現なんです。かつて昭和34年に東北地方第1号の公立登録博物館として開館した陸前高田市博物館ですが、東日本大震災により施設は全壊し、貴重な資料も壊滅的な被害を受けました。その後、全国の専門機関や地域の人々の協力を得て、被災した多くの資料はレスキュー、再生され展示されています。同じく壊滅的な被害を受けた海と貝のミュージアムの展示物も同様です。私は海と貝のミュージアムが大好きで、幼い頃より通っておりましたので、その展示物がたくさんの人の手によってよみがえったことが嬉しくて、さらにそのことによって人々が紡いできた文化の豊かさと温かさを感じることができる展示物になった気がして嬉しかったのでした。さてお次は新しい息吹を感じる施設をご紹介します。泊まれる古本屋山猫堂。駐車場はお店の10メートル先くらいにあるのでお見逃しなく。古民家を活用しつつ、かっこいいレイアウトでおしゃれな店内。ソファーの使い方は絶対自分のお家に見習いたい素敵さでございます。古書はもちろん、レコードたちが所狭しと並ぶお店。店員さんもおしゃれで気さく、すごく優しく話しかけてくれて嬉しかったんです。私が好きな水木しげるさんや筒井康隆さんのコーナーもあって、立ち読みがたぎりました。イベントなんかもあるみたいなので、いつか絶対参加したい。 Wi-Fi も使えるんですが、結構速度が速くて良かったですよ。素敵な出会いがたくさんあるお店でした。その後、自然を見たいと思って黒崎仙峡へ。その道中、スノーピークのキャンピング施設をちょっとドライブしました。自然がありながら、シャワーなどの施設も完備されていたので、キャンプ初心者の方も上級者の方も網羅する素敵な施設だなと思いました。そんなこんなで黒崎仙峡に到着です。駐車場から徒歩15分くらい。ヒールを履いていても全然平気で登れるほど道が整備されていて登りやすかったです。道中クマが出ないか怖かったので、クマよけのために大声で歌を歌いながら行きました。そんなこんなで見た景色、息を呑むほど素晴らしい。海は広いな、大きいなって歌すごく好きなんですけど、本当にそんな感じでした。海と空の境界線ってすごく綺麗ですよね。
次に伺ったのは不問寺、曹洞宗のお寺です。杉の巨木に囲まれた参道は圧巻ですが、その先に現れる光景も神聖で、この空間に立つことができたことが嬉しく素晴らしい経験でした。全国の方々が制作した500羅漢、きっとどれも心を込めて作られたものなのでしょう。500羅漢に囲まれると心が引き締まりました。境内などは撮影していいのかわからなかったので撮影しませんでしたが、三重の塔や親子地蔵、東日本大震災で犠牲になった御霊を祀るために作成された吊るし飾り、願い桜など命の尊さを感じることができるお寺です。不問寺から車で5分ほどの商業施設合わせ高田、この周辺には公園や若者のチャレンジ施設が立ち並びます。そして併設されている陸前高田市図書館、こちらはサブカル系の図書も揃っていて、司書さんのセンスが光る図書館です。私はここに監禁されても3年は楽しく過ごせると思います。お次は車で巡る花巻編です。今回は岩手県花巻市の旅です。花巻は宮沢賢治誕生の地であり、町の至る所に賢治にちなんだ幻想的な施設があります。また岩手県の名物でもあるわんこそば発祥の地でもあります。市の西部には湯治場の雰囲気が残る落ち着いた佇まいの温泉郷があります。花巻空港もあり、空の旅の窓口の役割も担っています。今回の旅の始まりは宮沢賢治童話村から、ジョバンニや又三郎、山猫が出てきそうな賢治童話の世界を巡るこちらの施設、ファンタジックな世界観で没入感が味わえます。広々とした敷地内では、7月下旬から10月頃にかけてイルミネーションイベントも開催されています。自然と美しいオブジェが幻想的な宮沢賢治の童話世界を演出します。期間中は童話村内にオブジェが常設されていて、日中でも見ることができますよ。夜のライトアップとはまた違う雰囲気を楽しむことができます。駐車場には白鳥の停車場という貨車でできたお店があります。私が伺った日はお休みでしたが、
県内外の現地にちなんだハンドメイド雑貨や様々な種類の鉱物や化石が売られているとのこと。外観も可愛らしく写真映えするので人気だそうですよ。さて、お次は注文の多い料理店、山猫県にやってきました。イーハトーブの豊かな食材を利用したイーハトーブ定食や山猫すいとんなどの人気メニューがあります。敷地内からは花巻の自然を一望できる休憩所があります。続いて山猫県から徒歩圏内のポランの広場に行きます。緑が多く不思議な静けさに囲まれている場所です。広場内にある日時計花壇は賢治が設計したもの。当時は経済的、技術的な理由で実現できませんでしたが、残された設計図や手紙をもとに復元されました。さて、ポランの広場を抜けると賢治に関する多くの図書や研究論文のほか、さまざまなジャンルの芸術作品が展示されている賢治イーハトーブ館があります。そんなこんなで時は昼時、そばなめとこ山に伺いました。メニューはこんな感じで、私は梅のおそばを注文しました。コシが強くて喉越しがよく、そばの香りも芳醇です。ノンアルビールもいただきましたよ。添加物不使用のベリタスブロイはすごくおそばにあってこだわりを感じました。続いて花巻駅前にあるからくり時計銀河ポッポに来ました。1時間ごとに賢治作曲の星巡りの歌のメロディーとともに、銀河鉄道の夜がモチーフのからくりが展開されます。その様子をフルでご覧ください。
そうしているとまたお腹が空いてしまいました。そこで私が女子会会場において絶対なる信頼を置いている花巻駅周辺のホテルグランシェール花巻内にあるレストランオーブへやってきましたよ。なぜここがいいかと言いますと、店内が広くてキャパが多いので予約をしていなくても大体入店できるからです。さらに店員さんが優しく、店内も綺麗でくつろぐことができます。そしてお料理も当然美味しくて、サラダバーもついているので好きなんです。お次はマルカンビルにやってきました。こちらのマルカンビル大食堂はソフトクリームで有名なお店です。10段巻きの大迫力で、高さはなんと25センチ以上。その他のお料理もナポリタンやでかいカツなど、ワクワクしちゃうメニューが盛りだくさんです。小さい頃おじいちゃんとおばあちゃんによくここに連れてきてもらいました。マルカンビルの前身であったマルカン百貨店は老築化のために2016年に営業を終えました。しかし若者の手によって大食堂の復活を契機に、新たな拠点としてにぎわいを取り戻しました。岩手県産材をふんだんに使った体験型木育施設や、県内の作家の作品が並ぶショップが入り、時間を忘れてしまうほどです。さらにスケボーパークもありますよ。私が以前腰を痛めた際にスケボーで湿布を取りに走ってくれた青年との出会いもこちらでした。そのエピソードは概要欄に貼っておきますね。マルカンビルのこの忘れ物の管理方法、天才的だと思いませんか？私がお店をやった時はぜひ真似したいと思います。時間がゆっくりと流れているかのような素朴で悠々とした自然に囲まれたコースをしばしドライブです。そうしているうちに東和町のパティスリーカノンに到着しました。季節のお花が咲き誇るメルヘンチックな外観が素敵です。宝石のようなスイーツは季節のフルーツや新鮮な卵、小麦、乳製品の美味しさを存分に楽しむことができます。料理教室も実施されているとのこと。東京の洋菓子専門学校の講師の経歴を持つオーナーシェフが、家で再現できる基本的な洋菓子の作り方をレッスンしてくれるそうです。さて今度は花巻のお隣しわに足を伸ばします。しわふるさとセンターで毎年秋に開かれるかかし祭りです。宮沢賢治が作り出した言葉、農民芸術の最先端を行く祭典です。今年も会場には芸術家たちの素敵な作品が揃っていました。この素晴らしい世界を皆さんにもぜひ体感していただきたいので、ここからは会場を歩く様子をノーカットでご覧に入れます。長すぎると思った方はしおり機能で飛ばしてくださいね。
ちなみに市はふるさとセンターで売られているのは地元特産の野菜などです。夕ご飯は道の駅花巻西南にある味楽園で食べました。黒毛和牛や希少部位など豊富なラインナップ、冷麺、ラーメン、丼物も充実しています。今日は王道を行こうじゃないか。お店自慢の笹間ホルモン定食だ。ホルモンは大粒だな。大盛りのご飯も嬉しいな。それでは早速いただきますよ。よし、焼くぞ。ホルモンは焼けるのに時間がかかるから最初は多めに。いい匂いが立ってきた。この香りデンジャラス。そろそろ食べ頃か。それではご飯にのせて。うまい。おっと、少し焦がしてしまったな。なんと焦がしても外側がパリパリとしてうまい。しかもこの焦げ、香ばしくていい味わいになる。新たなホルモンの楽しみ方を発見してしまった。見事なり味楽園。なんちゃって、急に思いついて孤独のグルメ風にやってみました。そんなコーナーで花巻の旅はおしまいです。花巻はどこに行っても幻想的な雰囲気があって素敵な街です。皆さんもぜひ行ってみてくださいね。チャンネル登録よろしくお願いいたします。次は車で巡る遠野編です。レッツラゴー。 Hi guys, I am currently in 遠野市 Iwate Prefecture. He's my friend and Japanese monster, Kappa. Say hello. Hi, I'm a Kappa. I'm a popular monster in Japan. Nice to meet you. Kappa is one of the many monsters in 遠野市 Today,We will travel to such a mysterious city, Tono. Let's go. 岩手県遠野市は日本の原風景といわれる景観が残っている地域で、古からの伝統やお祭りが大切に受け継がれています。また、民族学者柳田国男が残した遠野物語の舞台となっています。遠野物語はその昔、遠野に実際に起こった不思議な事件や妖怪伝説を記した書物で、今も遠野の町には物語に登場する土地や建物が点在しています。今回は遠野物語に登場する不思議な伝説の残るスポットを中心に巡ります。旅に出かける前に遠野駅向かいにある遠野市観光協会に立ち寄ります。こちらには観光に関するパンフレットがたくさんありますよ。また観光情報を聞いたりお土産を購入することができます。遠野っぽい衣装をレンタルできるフォトスペースもありますよ。こちらのカッパ捕獲許可証、遠野を巡っていて急にカッパが登場したら大変なので、ぜひここでゲットしてくださいね。遠野物語の知識をしっかり身につけてから旅に出かけたいという方は、遠野物語を軸に民族学を学ぶことができる遠野市立博物館に立ち寄ってからのお出かけがおすすめですよ。また、おとぎ話の世界を音や映像で知ることができる没入型施設、遠野物語の館も、子どもから大人まで楽しめるような工夫のもと、知識を蓄えることのできる、とっても充実した施設です。遠野市が所有する築120年の旧呉服店の建築部材を生かした建物に、遠野に関する本をはじめおよそ12000冊の蔵書を有する子ども・
本の森遠野もおすすめです。遠野に関する知識をしっかり蓄えて準備万端。遠野の旅で最初に訪れたのは畝鳥神社です。恋愛の神様として非常に人気が高いパワースポットです。境内の無人販売店で売っている赤い布を左手だけで木に結ぶことができれば恋が結ばれると言われているそうですよ。そんなこんなで時は昼時、ランチに行きましょう。遠野には鶏だしが絶品のひっつみ汁や、飲み始めたら美味しすぎて止まらないどぶろくなど伝統的な名物もありますが、今回は遠野市民のソウルフードといえるジンギスカンをいただきます。遠野食肉センターにやってきました。ジンギスカンの焼肉専門店でラム肉の様々な部位を提供してくれます。ライス、味噌汁、焼き野菜がついたセットが基本のようですが、単品のラム肉や焼き野菜もありましたよ。席はテーブル、座敷、サンルームの3種類がありました。バイパス沿いで駐車場も広いので車でのアクセスもしやすいですよ。私は生ラム食べ比べ5種盛りを注文しました。名札がついていてどこの部位かわかるので嬉しいです。提供される生ラム肉は世界水準でも品質が高く、安定供給ができるオーストラリア、ニュージーランド産。お肉は肉厚で程よいラムの香りがしてとても美味しかったです。オリジナルのタレもご飯に合います。ご飯大盛りにしておけばよかったな。腹ごしらえを済ませてやってきたのは、霊峰早知根山の登山口にひっそりと佇む早知根神社。遠野駅からはちょっと遠いですが、座敷わらし伝説もあり人気のあるパワースポットです。観光タクシーなどでのご案内もあるようですよ。まっすぐ伸びた参道の脇に杉の巨木が立ち並んでいます。この参道の杉のどれかに座敷わらしが住んでいるらしいので、運が良ければ出会えるかも。参道を潜ると空気が一変し神聖な雰囲気がする不思議な場所です。やはりパワースポットとして人気があるようで、駅からは車で40分ほどですが何人かのお客さんが見られました。早知根神社は大同元年、山頂に奥宮を建立し神霊を祀ったのが始まりと言われています。さて、お次はカッパとお白様の伝説を尋ねましょうね。向かうのは佐々木貴膳のふるさとである土淵です。佐々木貴膳は民族学者で遠野地方の伝説を記録し、これまた民族学者の柳田国夫に語って聞かせました。それを記録したのが遠野物語です。伝承園に到着しました。ここには馬と人間の悲しい恋物語、お白様の展示があります。お白様は東北地方で信仰されている家の神様で、ご神体に新しい服を着せるお白遊びは遠野市の伝統的な小正月の行事です。農作業全般、眼病、女性の病気、良いことを知らせてくれるなど様々な御利益があるとされています。その他、伝承園には国重要指定文化財の南部曲がり屋などの展示があり、遠野の古くからの暮らしを学ぶことができます。次はカッパが住むとされるカッパ淵へ行きますよ。カッパ淵には駐車場がないので、伝承園カッパ淵大型駐車場に車を停めて歩いていきます。その道中にある浄賢寺、
延徳2年に開山した曹洞宗の寺院です。境内にはとっても珍しいカッパコマ犬がいます。午前9時から午後4時まではここを通ってカッパ淵に抜けることができます。澄んだ水がサラサラと流れるカッパ淵は鬱蒼とした茂みに覆われています。かつてここにはカッパが多く住んでいて、人々を驚かしいたずらをしたそうです。淵の岸辺にはカッパ神を祀った小さな祠があり、子持ちの女性がお乳が出るようにと願いをかけると叶うと言われています。願掛けには赤い布で乳の形を作り、この祠に納めるのが習わしとされています。カッパ淵からほど近くの山口集落にはかつての遠野の暮らしをうかがい知ることができるスポットがたくさんあるので行ってみましょう。まずはかつて姥捨山であった伝寺野に向かいます。道中に架かる橋には年配の女性を背負う男性の姿が刻まれています。昔は老人が60になると伝寺野に捨てられたといいます。こちらは老人たちが住んだ家の再現でしょうか。老人たちは日中は里に降りて農作業を手伝い、さまざまな食料を得て小屋に戻り、寄り添うように暮らしながら生命の果てるのを静かに待ったのだとか。続いて農作業の脱穀や製粉に使われた山口集落の水車小屋にやってきました。中に入ると水車の仕組みを知ることができますよ。そしてその近隣には山口の薬師堂があります。連綿と連なる鳥居が特徴的な入り口です。そこからつながる階段はかなり急なので、お出かけの際は気をつけて登ってくださいね。薬師堂には薬師如来坐像と十二神将立像が祀られています。周りは木に囲まれ、異空間にやってきたような気がしました。牧歌的な地域をしばしドライブしていると、ご神体は権現様を祀る荒神神社が見えてきました。この日は建物の修繕作業が行われていて、いつもと違う姿を見ることができました。かやぶきの社殿は田んぼの真ん中にあり、春は水が張り、秋は黄金の稲穂が実って季節ごとの表情を見せてくれるスポットです。近隣には駐車場がありますが、神社及び周辺の農地は個人所有なので、敷地には立ち入らずにマナーを守って見学しましょう。次は遠野郷土人形民芸館に伺いました。遠野地方で江戸時代から作られ始めた月申し人形を収集し保存展示する施設です。月申し人形の作り手でもある優しいご婦人が解説をしてくれて、とても癒されました。月申し人形は遠野市月申し村で作られてきた土人形ですが、その源流は花巻人形や堤人形、京都の伏見人形にまで遡ると言われています。ビビッドな彩色が細やかに施され、お祝いの際の贈り物にも人気があるそうです。旅の終わりは遠野郷八幡宮です。遠野物語110話に登場する神社で、地域に伝わる伝統芸能が一堂に会する遠野祭りのメイン会場の一つです。敷地内には縁結びや猫の健康長寿にご利益のある猫好きにはたまらない猫神社がありますよ。遠野郷八幡宮の成り立ちは
文治5年まで遡ると言われています。ご利益は家内安全、商売繁盛、交通安全、会場安全、大量満足ほかたくさんあり、うねどり神社と同様縁結びのパワースポットとしても評判があります。そんなこんなで今回の遠野巡りの旅はおしまいです。今回巡った他にも遠野物語に記され、今もなおその面影を残す建物がたくさんあります。ぜひ遠野に行って神秘的な雰囲気に触れてみてください。チャンネル登録お願いいたします。それではまた次の旅でお会いしましょう。最後は岩手の県庁所在地である盛岡です。こちらは私のお気に入りの地域を徒歩で巡りました。それではご覧ください。こんにちは。今回は岩手県盛岡の歴史を感じる施設を歩いて探検します。巡るのは那須川町、本町通り、桜山神社界隈です。この界隈は盛岡駅からは徒歩40分くらいですが、でんでん虫という巡回バスを使えば15分ほどで来ることができますよ。最初に訪れたのは那須川町にある曹洞宗の寺院、法恩寺。釈迦如来が本尊です。南部家13代永主森幸光が応永元年、現在の青森県三戸に創建。盛岡城下の整備に伴い慶長6年に今の土地に移転したといいます。広大な座禅堂と五百羅漢で宮沢賢治や石川啄木などの文豪にも愛されてきました。石川啄木の詩集憧れの中の雅楽の譜は法恩寺を歌ったものなんですよ。五百羅漢は法恩寺の羅漢堂に収められた本尊で499体が現存しています。享保16年、法恩寺の17代目の和尚さんが大願主として造立、4年を費やし完成したことが分かっています。尊像は京都で9人の仏師によって制作されました。すべて寄せ木作り、漆塗りで、像の中にはマルコポーロやフビライをモデルにしたといわれる像もあります。像がずらりと並ぶ姿は圧巻ですが、よく見ると一人一人いろいろな表情をしていて、笑っていたり
隣同士でお話をしていたり、ユニークな姿も見られます。羅漢堂の現存は全国で50例ほど確認されていますが、木彫りで499体が現存し、造立年代、尊像の制作者まで明確に知り得るのは全国的にも稀で、盛岡市指定の文化財となっています。天井には受付の方にぜひこちらも忘れずに見ていってくださいねとおすすめしてもらった見事な龍の絵があります。また五百羅漢の入り口には歴史的な展示もありますよ。法恩寺を後にして道を歩いていると鬼の手形？なんだかワクワクする響きですね。見に行ってみましょう。看板をたどるのはダンジョンみたいで楽しいです。途中の公園で同心がうずき逆上がりに挑戦しましたができませんでした。逆上がりで体力を消耗したので、ここからは瞬間移動で行きましたよ。よいしょっと。看板をたどって到着したのは三石神社。南部藩を作った南部光行の御霊を祀った神社で、現存する盛岡市内の神社の中では最古と言われています。鬼の手形はどこかな。トンヒはこちら。卓木や賢治も鬼の手形を探しに来たみたいですね。どうやらこの大きな岩のてっぺんに手形があるらしい。その昔盛岡城下に羅刹という鬼が出没し暴れ回りました。困った人々は三石神社の神様に悪鬼の退治を祈願。神様はその願いを聞き入れ、羅刹を捕まえて懲らしめました。羅刹は二度と悪さをしないと誓いの証として境内の大きな三石に手形を押しました。この事件は岩手という名の由来ともされ、現在も語り継がれています。さらに鬼の退散を喜んだ人たちが三石神社の周りで踊り、感謝の証としました。これが三叉踊りの始まりだと言われています。この3つの大岩は岩手山の噴火が起こった際に飛んできたものであろうと推測されています。この岩は元来一つの岩だったようですが、年月とともに3つに割れてしまったのだそうですよ。こんなもんが空を飛んできたらたまげますよね。御朱印はここから徒歩15分ほどの桜山神社でもらえるようなので、寄り道をしながら向かいます。中津川のほとりの散歩コースをしばし歩いてみましょう。四季折々の表情を間近で感じることができる盛岡を代表する景観の一つです。そんな中津川の様子は多くの文士に愛され歯科に残されています。中津川には夏は鮎、秋は鮭、冬は白鳥といろいろなお客さんがやってきます。今回はカモとシラサギの姿が見られました。そんなのどかな様子をバカみたいに口をポカンと開けてぼーっと眺めるのが好きです。中津川に架かる上の橋は南部藩主の南部俊直が盛岡城を築くと同時に作られました。欄干を飾る青銅製の擬宝珠種は昭和20年国の重要文化財に指定されました。この川沿いには明治32年創業の老舗精肉店が営む焼肉屋さんや、盛岡市出身の画家深澤光子さんの作品を展示する美術館、雑貨屋さんやカフェなど素敵な施設が様々あるので、立ち寄りながら散策するのもいいですよ。中津川周辺の今夜町番屋にも寄ってみましょう。カフェと岩手に関わりのある作品をはじめとした雑貨屋さんが併設したお店です。1891年、盛岡消防与組番屋として現在地に建てられた建物を
1913年消防組第4部事務所として改造されたものが今夜町番屋です。消防当初としては2005年に役目を終えましたが、現在はカフェ併設の街角交流施設として親しまれています。前を出たらすごい雨が降ってきました。こっからは雨降りの中で撮影します。この通りには創業の江戸時代後期から増改築を重ねてきた趣のある建物で、竹細工と生活雑貨を取り扱う雑貨屋さん、五作森区商店や100年以上の歴史のある南部鉄器の老舗釜定、その他カフェなどが点在していて、見応えのある道のりです。盛岡地方裁判所に立ち寄りました。召喚状が届いたわけではありませんよ。こちらには岩手県民に春の訪れを告げる石割桜があります。巨大な花崗岩の岩の割れ目から突き出た樹高11メートル、樹齢が350年から400年とも言われる江戸彼岸桜で、国の天然記念物に指定されています。見頃は4月中旬から下旬頃です。桜山神社の大きな鳥居が見えてきました。この界隈は飲食街です。ラジャ麺で有名なパイロンや大人の隠れ家っぽいイケてる飲食店などがあります。ランチも夜のお酒の時間もにぎわっています。私の感覚では盛岡市の大通りは若者の街で、この界隈はちょっと大人っぽい街かなって思っています。飲食街を抜けると桜山神社に到着です。桜山神社は1749年に創建された神社です。盛岡藩を治め繁栄に寄与した神様を祀っていて、それぞれ永続神、開拓神、安泰神、学問神として崇められています。桜山神社に向かって右手後方の階段を上ったところに烏帽子岩があります。南部藩27代藩主利直の時代に盛岡城建築の工事中に出てきた7メートルほどの大岩です。利直はこの大岩を見て良い兆しだと喜び、南部藩盛岡のお守り石として大切にしました。苦しい時に立ち向かうための勇気や自信を授けてくれると言われているそうです。桜山神社の近隣には盛岡城跡公園があります。南部藩主の居城であった盛岡城の旧跡です。天守など城内の建築物は明治維新後、老築化を理由に取り壊されてしまいましたが、壮大な石垣が残っています。石垣は現在解体して積み直す修復工事が行われています。こちらには一度解体され再び積み上げられることを待っている石垣が並べられています。ところでこの凹凸は何だと思いますか？これは矢穴と呼ばれ、江戸時代の石膏職人が石を加工するために掘った穴です。石を適当な大きさに割ったり、山から石を切り出すために必要なものなのです。盛岡城跡公園は自然豊かで広大な散歩コースであり、桜や紅葉など四季折々の顔を見せ、人々の憩いの場として親しまれています。ここを会場としてフェスやクラフトフェアなども行われています。秋に行われる石垣ミュージックフェスティバルは
フジロック顔負けの有名どころのバンドが来るのでマジで激アツです。その他毎週のように素敵なイベントがあるので予定のない週末はとりあえず盛岡城跡公園に向かったりしています。続いてやってきたのはルネサンス風の輪郭の厳格さを誇る岩手銀行赤レンガ館。明治44年に盛岡銀行の本店業者として落成。設計は東京駅でも知られる辰野葛西建築事務所によるもので、金の辰野が設計した建築としては東北地方に唯一残る作品です。館内は無料の岩手銀行ゾーンと有料の盛岡銀行ゾーンからなります。無料ゾーンの旧営業室は吹き抜けで豪華絢爛な装飾が施され、明治時代の風情を感じることができます。普段はこのフロアに入場することもできますが、この日はこれから開催されるイベントの設置作業があり入場することができませんでした。こちらのフロアを使ってのイベントはオーケストラのコンサートやクラフトマーケットなど美しい装飾も手伝って本当に特別な時間が過ごせる素晴らしいものばかり。毎年行われるクリスマスマーケットは本当に素敵で心が温まるので、できたら毎日行きたいなと思いました。有料ゾーンは開業当時から使われている金庫室などを見ることができますよ。岩手県の金融史を紹介するコーナーや建物の歴史や構造を紹介するシアターなどもあります。そんなコーナーでそろそろ夕方、盛岡駅に戻るため盛岡中心市街地循環バスでんでん虫のバス停がある盛岡バスセンターに向かいます。行く道中の魚町エリア、歴史も深くこちらもゆったり散歩にはもってこいの地域です。明治40年の創業以来長年愛されるわんこそばと郷土料理のお店あずま屋や、昭和41年に盛岡市から文化財に指定された愛染明王が安置される長福院不動堂があります。また猫に関するユーモラスなオブジェも設置されており、五感で楽しむことができる通りです。そんなこんなで盛岡バスセンターに到着です。こちらは福田パンをはじめとした盛岡っぽい飲食店やホテル、バスを待つちょっとした時間を潰す程度の軽食もありました。そんなこんなで今回の旅は終わりです。次回はどこを巡ろうかな。チャンネル登録してくれると嬉しいです。また最近インスタで岩手の観光情報や美味しいお店の紹介を始めました。やりだすと楽しくて結構ハマってます。インスタは私のプロフィールにリンクを貼っています。そちらもフォローしてくれると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。いかがでしたか？これからは巡る地域のリクエストにもお答えしていきたいと思います。リクエストが集まるか心配なので、お気軽にコメント欄に書き込んでいただけたらと思います。今後も一層よろしくお願いいたします。